もう準備が整えば始めますけど、はい、大丈夫ですか。はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください、ね、ちょっと落ち着いていきましょうね。あれ、はい、OK です。はい、では始めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では行きます。曲流れて、はい、ちょっと立ってからテーマ行った方がいいです。テーマっていうか、あのタイトル、タイトル、そうですね、曲流れて少ししてからがいいと思う。10秒とか。そうですね、ちょっと置いて僕が手で合図しましょう。 OK です。一回聞いてみましょう。小ぶれがいい、ここぐらいの方がちょうど良さそうなので。 OK です、わかりました。これで合図しました。はい、はい、では行きます。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は8時半人を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC は私サッチーと FM ギのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は FM ギノワンのスタジオから9時までの放送をします。皆さん最後までお付き合いください。というわけで始まりました、サッチーの気まぐれラジオ。初回となりますが、すいません、自己紹介をさせていただきます。私、サッチーはもともとラジオリスナーをやってまして、はい、今回初めてこのラジオ番組を持つことになったんですね、はい、で、きっかけは、きっかけはこっちで、はい、あのパーソナリティやってるリオチさん、はい、おリオチさん、はい、リオチさんがきっかけで。そうなんですか。そうなんです。リオチさんも番組始めましたからね。そうですね、もう何ヶ月経ちましたっけ。半年ぐらい経ってるんじゃないですか。ですか、はい、早いですね。私も意外とこんなに早く番組持つとは思わなかったので。緊張しますよね、最初は。最初は緊張しますね、やっぱり、はい、で、なんだっけ、何話そうとしたかな。あ、普段は私介護職をやってまして、たまにあの介護のこととか、たまにはおバカなことなどをお話ししていきますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .sach@gmail.com。 スペルは kimagure.sachi@gmail.com です。また、この番組では収録の様子を YouTube とツイキャス配信で見ることができます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドです。ツイキャスの配信ではコメントも拾っていきます。またサイマル放送も行っています。スマホで聞く場合はアプリのリスラジかマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたら聞くことができますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。で、最初なんですけど、はい、私のツイッターの方で、はい、あの宣伝っていうか、はい、番宣というか、はい、させていただいて、結構評判が良かったんですよ。おまさかの
メールの方は。メールの方は一応一通は来てました。おお、嬉しいですね。まさかの一通、まあ嬉しいんですけど、はい、それがですね、リオチさんからだったんですなんときっかけになったリオチさん、きっかけになったリオチさんから、はい、でじゃあ早速あのリオチさんからのメールをちょっと読みますね。はい、よろしくお願いいたします。はい、さい、リオチです。番組おめでとう。今日は仕事で聞けないけど応援してます。千葉リオではということでした。ありがとうございます。ありがとうございます。リオチ、リオチがきっかけだよいや、こうやってやっぱ応援されると嬉しいですね。嬉しいですね。はい、で最近あった、はい、あの出来事なんですけど、はい、私あの新婚さんいらっしゃいの予選会があったんですよ。はい、予選会、はい、予選会、はい、でその予選会に出て、はい、本当は合格しましたって言いたかったんですけど、はい、見事に落ちましたえ、ということは今ご新婚さんなんですか？新婚です。おめでとうございます。もうでも1年9ヶ月経ちましたね。1年9ヶ月まだまだじゃないですか。ですか、はい、でもあれですよ、なんかもともとリスナー同士でやってたので、はい、なんかもう友達感覚で、はい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 、いまだにだからなんか夫婦っていうか友達って言った方が手っ取り早いんじゃないかっていうぐらい。でも一番それがいい関係なんじゃないですか。そうですかね。二人で仲良くできるじゃないですか。でも旦那の方がちょっとなんかなんて言えばいいのかな、 たまにおバカなことをするので男はいつでもバカなことをする生き物ですよ。そうですか、はい、なんか私のイメージなんかほとんど真面目な人が多かったんで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。いや、まあ、おバカにも種類ありますからね。ありますね、はい、なんていうか私の7つ上なので、はい、おー、あ、7つも変わるんですね。そう、7つ変わるんです。なるほど、年の差婚ってやつですね。年の差婚で、でなおかつスピード婚、はい、ですね。え、どれくらい、まあ、お聞きしてもよろしいんですか。付き合って8ヶ月で結婚しました。8ヶ月、本当にスピード婚ですね。まあスピード離婚しなかったのがまだいいんですけどいやいやいや、でも8ヶ月で結婚に踏み切った理由というのはやっぱりそのリスナー仲間だからとか、こういう相性の良さとかなんかあったんですか。それはあります。お、素敵な言葉。でももともと本当にリスナー同士だったんで、はい、でツイッターでもつながってたんですよ、はい、でそれがきっかけだったので、まあ公開放送とかでお互い見てるんだろうけど、はい、私は分からなかったという、相手も多分見てたはずねっていう感じの感覚でした。最初見た時は。そうなんですね。いやー、ちょっとスピード婚をされた方初めてお会いしたので。そうですか。はい、一番僕が直接聞いたお話では一番短い期間だったんで、ちょっと驚きがあ、そうなんですね、はい、でも私でもスピード婚してスピード離婚の経験があるので。そうなんですか。そうです、バツイチなので。そうなんですか。そうなんです。人生いろいろですね。いろいろですよ。いや、僕はまだ結婚してないので。フリーなんですけど。フリーなんですけども。いいな、でもフリーの方が逆に楽しめるんじゃないですか。いや、一番恋愛が苦手なんですよ。なんでですか。まあ見ての通りいろんな機材今日も持ち込んでるんですけど、はい、趣味が多すぎまして。多趣味なもので。多趣味がいいんじゃないですか、逆に。多趣味だとなんか警戒されるのか分からないんですけど、金遣い争うとか思われてるのか分からないんですけど、はい、あとやっぱり趣味に走って私に時間作ってくれないのねって思われるのかもしれないですけど、なかなかご縁がなくてですね。はいはいはい。だから、なるほど、ご結婚の話を聞くと、あ、ちょっと勇気が出たなっていう。なるほど、そうなんですね。はい、これから頑張りたいと思います。私でも、まあ、バツ2にならないようにって感じですよ。あ、そうなんですか。喧嘩はしないんですけど、はい、だから最近もなんか知り合いとかに喧嘩しないのって言われて、はい、いや全然したことないです今の旦那とはって言ったら、羨ましいって言われて。いや、普通
なんか喧嘩するほど仲がいいっていう。あ、でも、しないに限ったことは、まあ、限った方がいいんじゃないですか。やっぱり、しないに越したことないです。しないに越したことはないですけたど。だ、喧嘩するほど仲いいっていうのは、やっぱり、それで絆深まるよねっていう前提があると思うんですけど、そうじゃない喧嘩ってやっぱあるじゃないですか。ありますね。だから、やっぱり喧嘩するよりは、喧嘩がない方が、やっぱり、みんな羨ましいっていうのは、そういうところだと思います。ああ、なるほど。なんか喧嘩ばっかりしてますよっていうところもあれば。はい。僕は友人とか結構多いんですけど、喧嘩したことある友人とも長くお付き合いしてますし、逆に全く喧嘩のない友人もいますからね。あ、そうなんですか。はい。もう20年以上お付き合いある友人ですけど、もうそれも30年近くない、30年は言い過ぎだ、25年とかのお付き合いのある友人とかもいますけど、一回も喧嘩したことないことありますね。すごい。逆に長期だと喧嘩ってやっぱりありそうしでかもすけど子ね。供の頃からの友人って大体喧嘩してるじゃないですか、普通。してますね。気づいたら喧嘩してないんです。あれ？ そういえば、俺、割と喧嘩したことないなっていう。すごいけど。いや、だからもう一生の友達だなって思ってますね。いいな。いや、だから今、ご夫婦で喧嘩がないっていうのも、多分そういう瞬間になると思うんで、別に喧嘩がある、喧嘩がないっていうのは大事っていうよりも、なんか、気づいたら私たち喧嘩してないねっていうご夫婦になれたら素敵だなと思いますね。それは言えてますね。なるほど。なんかいろいろ、ああでもない、こうでもないって聞くけど。はい。いやー、でもやっぱり男ってわがままな生き物ですから、すごい。まあ確かにわがまま言われてるっちゃ言われてますけど。はい。どのような、僕も結構わがままだと思うので、自重しようとは思ってるんですけど、やっぱ時折出ちゃうんですよね。なるほど。どうしても我慢できねえよって思うところあるので、そこをやっぱりちゃんと、妥協というまあ、か女コン性トロールして的くれに。る方が一緒にいてくれたらなと思っております。なるほど、そうなんですね。はい。でも難しいっちゃ難しいですよね。やっぱり、妥協も必要だし、はい。結婚すると遊びもできなくなっちゃうし。まあ、遊びって言っても、遊びっていろんなう、種類の遊びがあるじゃないですか。いろんな種類の遊びありますけど、はい。まあ、なんていうかな、疑われない遊びというか。僕はだから多趣味ってさっき言いましたけど、それで分散してます。なるほど。何かがダメになった時のための何かをやってるっていう感覚ですね。外で遊ぶのが大好きなんですけど、雨が降ると外で遊べないじゃないですか。体動かせないじゃないですか。じゃあ家の中でできることになるとか。なるほど。あとは家の中でできることでも、機材がなかったらできないとかだったら、やっぱ外で遊ぶ方が楽しいじゃないですですね。か。だから両方ちゃんとやるとか。だからできなく、まあ、これが将来的にできなくなるだろうなって予測のもと、やっぱ動くといろんなことに手出してしまうので、そういうことか。はい、まあ、よし悪しはあると思うんですけど、僕はそういうふうにしてますね。でも多趣味もいいな。私あんまり趣味っていう趣味を持ってないんですよ、実は。そうなんですか。ただ唯一挙げるとしたらはい。スポーツとドライブぐらいで。お、あ、でもどちらも素敵な趣味じゃないですか。でもなかなか最近できてないっていう。ちなみにスポーツはどのような競技を。バスケです。ああ、かっこいい。沖縄といえばバスケですよね。ザ・バスバケ。スケ。です僕はね。バスケは経験ないんですけど、ないないんだ。バスケは経験ないんですけど、いや、友達といつもバスケで遊んでました。外のリングとで、か、学校の休み時間に体育館で、体育館で、リング使っはい、て。3on3 形式で、とかっていう遊びをよくやってたので、やっぱ沖縄の人って、バスケ、経験をしてなくても、バスケに触れたことある人っていっぱいいると思うんいです。ますね。確かに、学校でやったり、授業でやったり。だから結局、このキングスとかの試合盛り上がったりとかですね。ですね。いや、胸熱くなりますよね、やっぱ知っなてりるまと。す。リングにいるの難しいんですよね。難しい。あれも届かなかったらはい。もう、最悪ってなるんですよ、いつも。あれがスパスパ決まっていくのを見るだけの気持ちいいですもん気持ね。ちいいですね、あれ。スリーポイント入れるだけでも難しいんですけど、意外と。腕の筋肉とかが必要なんでで。すよね。なんですけど、スパスパ入った日にはもうテンション爆上がりですよ。いやー、本当ですよね。もう、あれ、今日ゾーン入ってるかなってなりますよね。なります。
僕もだから友達と遊んでる時の時にスリーポイント入るわ、横に抜けてのフック入るわで、ゾーン入った時わーってなりなります、なります。一回旦那が、ません。はい。今、リーグ入ってるところあるんですけど、バスケの。一回だけかな。一回、一、二回ぐらい一緒に行ったんですよ。私の試合を見せに。で、その時に限ってだったのか、スリーポイントとか入りまくって、もう旦那はテンション爆上がりみたいな。で、傍から見てる私はもう、ある意味冷静でいるっていう。はい。でも特別ルールなので、男性が入れたら普通の2点とか3点なんですけど、女性が入れると3点とか4点とかの1点プラスなんですよ。だから、そういう特別ルールのリーグが、まあ個人リーグなんですけど、あるんで、最近行けてないのがちょっと悔やみますね。いやー、そうですね。大人になるとなかなかスポーツって難しいんですよ難ね。しいですね。特に35を超えると体力が難しくなってくるので。球技って人が必要じゃないですか。必要ですね。だから人を集めるのも能力いりますからね。いりますね。い確やかー、に。そう。いやー、羨ましいなー。でも僕も好きなんで、まあ、コロナになる前は、飲み仲間と一緒にフットサルやってたりしてたんですけど、おお、フットサル。はい。まあでも、本当にみんなそれぞれサッカー経験ある方とかじゃなくて、もう本当に飲み仲間なので、簡単に言うと、男性も女性も混ざってみたいなのを経験して、まあちょっとできなくなって寂しいなって思いもありつつ、いやでも、やっぱり体を動かすのってすごい楽しいですからね。そうですね。で、ここで一曲言っていいですか？はい。では曲の方を準備してまいります。では、タイトルコールお願いいたします。プリンセスプリンセスで、何でしたっけ？ダイヤモンド。ダイヤモンド。私自分で言ってたのに忘れてたっていう。そういうことありますもんね。曲が5分ぐらいあるので、4分半だから、その間にちょっとそうです次ね。のテーマ一応考えはしたんですけど、はい。一応念のため、多分みんなが食いつきそうなのがいいかなと思って、ツイッターで私流すんで、テーマそれをちょっと今探してるんですよ、さっきから。曲が終わったらちょうど6分ぐらい、5、6分ぐらいなので、すぐちょっとエンディング曲かかるかもしれないので、了解っす。その間にちょっと僕まとめていきましょうか。OK です。来週っていうか次の収録の時に、はい。後半とちょうど15分ぐらいになったら、なんていう、この月1のコーナーを入れようと思って。はい。わかりました。コーナーはどういったコーナーなんですか？は男性は女性を褒めて、い。男性が女性でしょ？はい。で、女性が男性をはい。褒め立てるはい。っていう感じのコーナーをしようかと。お互いに褒めると。お互いに褒めると。めちゃくちゃ照れるやつですね。そうですね。そうですね。それを月1でやろうかと。大学の講義で一回心理学の授業で相手を褒めるみたいなのをやった時に、めちゃくちゃ恥ずかしい思いしました。普段褒められることないんで、もうなんか、照れちゃいましたね。結構、仲のいい友人メンバーとかの間では僕、いじられ役なので、そんな、かっこいい扱いされたりとかもないので、なんか女性にクールですねとかって言われたら、
え、来るとこはって思った。2週目にしようか3週目にしようかちょっと迷ってて、クリスマスがあるじゃないですか、はい、25日そうですね、その時にしようかなっても考えたんですよ。25、第4週になりますかね。4週目、はい、そうだね、4週目にやろうかな。次のコーナーは、コーナーは4週目にやって、次はテーマはなんとなく考えてきたので、ちょっと後でスケジュール確認してみますね。はい、ちょっと僕は第3週金曜日休みで、多分他のスタッフが対応する形になると思うので、うんうん、OK です。旦那が見てると思ったら見てないな珍しい。あ、っていうか、あの多分仕事中かもしれない。 LINE がないから気づいてないだけか。夕方ですからね。あと1分ぐらいですね。はい、じゃあ曲が終わり始めたのでマイク上げますね。はい、お聴きいただいたのはプリンセスプリンセスでダイヤモンドでした。はい、いやプリンセスプリンセス懐かしいですね。80年代の曲。失礼しました、ちょっと手が出てしまいましたね80年代の曲なので、はい、私が生まれたばっかりぐらいかな、多分。生まれたぐらい。生まれたぐらい。あ、そんなに前なんですね。そうです。そうなんです。ちなみに生まれたのは、私1984年です。4年。はい。あ、それぐらいなんですね。はい、僕は87年なので、てっきり僕が生まれて後の曲なのかなと思ってたんですけど。多分そのぐらいの曲じゃないですかね。わかんない。多分。80年代の曲で探したらこれ懐かしいなと思って、はいはいはい、はい、やったので。素敵な歌ですもんね。そうですよね。いや懐かしいです。ということでエンディングが近づいてまいりました。早いですね。あっという間、あっという間でしたね。あっという間に初回の放送が、はい、あ、ドタバタでしたが、あ、4分半ぐらいですね。4分半ぐらい、はい、了解です。ということで、初回はちょっとドタバタでしたが、はい、ここで、月一コーナーの紹介をしても大丈夫ですか？はい、ぜひお願いいたします。月一、まあ、週、今、第2にしようか、第4にしようかでちょっと迷ってはいるんですが、はい、テーマとは別に、コーナーで、男性を、はい、立てよう、はい、女性を褒めようっていうお互いを褒め合うコーナーを作りました。めちゃくちゃ恥ずかしいやつですね。そう、呼んでるこっちは恥ずかしくなるっていうぜひリスナーの皆さんにも参加していただいて。そうですね、まあ相方さんでもいいですし、友達でもいいですし、はい、知り合いでもいいですし、はい、誰かしらを褒めてあげてくださいぜひぜひ褒めていきましょう。あ、ツイキャスの方で山内さんから、さっちこんばんは、初番組おめでとうと来てます。ありがとうございます。山内さんコメントいただきましたね。いただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。で、来週のテーマ発表してもいいですか？はい、もうぜひお願いいたします。来週のテーマは今一番欲しいものです。今一番欲しいもの。一番欲しいもの。クリスマスが近いということもありますので。ですね。まあ、欲しいものをちょっと聞いてみようかなと、皆さんの
思いまして、来週のテーマを一番欲しいものにしました。ちょうど欲しいものあるんですよね。あるんですか？あるんですよ。じゃあそれちょっと来週聞かせてください。ぜひ来週お答えしたいと思いますけど。お願いします。迷ってます。え、迷ってるんですか？私も何個か欲しいのはありますよ、はい、でもちょっと今言うと多分あの来週話せなくなってしまうので言いません。僕はもう来週言おうと思ってますけど来年の目標にします。あれ、はい、じゃあいつかのテーマにしましょうか。いや、詳しくはもう来週聞いてくださいということで。了解しました。リスナーの皆さんぜひ来週聞いていただければ、はい、僕は来週何人を目標にするのか分かりますので。了解です。ということで、お時間あと2分ですね。2分ある、はい、2分じゃカップラーメン食べれない。私猫舌なんですよ。あ、猫舌なんですか？腸がつくぐらい猫舌で、もうカップラーメンでも扇風機を目の前にして冷まさないと食べれないっていう超猫舌なんで。わあ、じゃあ結構ですね。やばいですよ。いやでも暑いのは嫌ですよね。嫌です。僕はあの下は大丈夫なんですけど、昔はあの暑いお風呂が苦手でした。あれ、なんか私暑いお湯も微妙に苦手ではあります。暑すぎると嫌。あのうちの祖母がめちゃめちゃ暑いの大好きだったんで、子供の頃一緒に入って入れられる時に暑すぎて、ね、っていつも泣いてのぼせてしまう。泣いてた思い出が。あ、なるほど、はい、うん。というわけでそろそろお時間ですかね。はい、あと1分ですね。分、もう一度アドレスの方を、お伝えしても時間ありますかね。はい、ぜひよろしくお願いいたします。アドレスは気まぐれ.sach@gmail.com です。メール、あなたが今欲しいもので来週テーマお待ちしてますので、メールどしどし送ってください。はい、ということで残り30秒になりました。はい、今日初めての、放送でしたけども、感想の方はいかがに？ド緊張で何もできませんでした。まあ大会って緊張しますよね。します。あ、めいちゃんさんギリギリでまさかの新番組、サッチーさんわらわらって。ではもうお時間になりましたので、はい、またご挨拶しましょう。はい、なんだっけ。また来週も聞いてください。また来週も聞いてください。さよなら。さよなら。やばい、緊張しすぎて何が何だか全部吹っ飛んでる。いやでもそんなもんですよね。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。おう、またちょっと回数重ねながらいろいろ、そうですね、いろいろと、はい、調整していきましょう。 OK です。ちなみに何曜日、毎週何曜日何時からでしょうか。放送自体は毎週日曜日の20時半から21時までです。で、収録が金曜日の18時からですね。です、めいちゃんさん。僕も緊張しました。お、リオッチから来た。休憩中。お、メールありがとね、リオッチ。さすがにまさか私が番組を本当に持つとは思いもしなかった。いやでも配信は結構してたんですよ、はい、お家とかで。そうなんですね。ツイキャスの配信してたので、まあ、ツイキャスみたいな感じでやればいいのかなと思ったら、なんかそうでもないようなみたいな自分の中でやりながらやってました。だからやっぱタイムスケジュールが決まってるっていうのだけでも緊張のちょっとポイントになりますよね。ですね。もう収録終わったのか。終わったよ。福福さん、終わりです。ちょっと遅かったかもね。さっきあの LINE で友達とやり取りしてたんでしょ、はい、で収録するよっていうのも言ってて、皆さん次回はぜひお聞き逃しなく。次回次は来週になります、それとも再来週になります。来週の収録じゃないですかね。来週ですかね、はい、じゃあこれが放送が12月4日ですよね、はい、12月4日、はい、結構あれギリギリでやるのかなと
いやでも前もって撮ってた方が楽では、まあでもそ今後のスケジュール次第